日本テレビ、ZIP が大炎上、令和世代を熱造で。本日放送された日本テレビの ZIP の中で、平成対令和のファッションバトルのようなものが繰り広げられました。この中で20代が令和世代とされており、平成世代として40代と50代が紹介されていたんですが、まずもってですね、あの、まだ、 言語は令和ではございませんので、令和世代と呼ばれる方々は存在しておりません。また、平成世代は平成生まれの30代を紹介するべきでしょう。それ以降は昭和世代であり、全くもっとですね、ずれてしまっている特集になっているんですが、日本テレビは ZIP は令和で 話題が欲しいのでしょうが、まだ言語が変わってもいないのに、令和と関係のない20代を令和世代と呼ぶのは明らかに間違っております。この日本テレビには、ZIP には、ぜひとも、言語についてですね、世代について、正しい報道を行っていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。